皆さんこんにちは、エムズスキーサロンの吉田正弘です。11月に入ってからですね、エムズスキーサロン毎日更新ずっと続いております。皆さんですね、いつもご覧いただきまして本当にありがとうございます。で、今日なんですけれど、ちょっとですね、とある打ち合わせをしに、工藤さんと外に、出てきてるんですけれど、雪なかなか降らないですね。そうだねもうちょっと欲しいですよねもうちょっと欲しい。そう、そうなんですよ。そうなんだけど、まあね、各スキー場さんも同じ思いでしょうから、この状況の中で営業していただいて本当にありがとうございますという気持ちなんですけど、工藤さん、僕ちょっと珍しく、はい、少しこう怒ってるというか吉田が怒ってる、悲しんでる。あ、吉田悲しんでるっていうんですね。そう、なぜかというと、先日ね、とあるスキー場に遊びに行ったんですけれど、すごい賑わってたんですよ。混んでていいなと思ってたんですけど、なんかリフトの横入りがちょっと多いなって。そう、多いんですよ。一人とかじゃない。そうで、僕もね、なんかすごいこう、僕なんかが恐縮なんですけれど、ね、ちょっとこうやめたらみたいな感じでお声かけさせていただいたりとかしちゃってたんですけど、やっぱり周りの人が見てて、あんまり気持ちよくないから。そうですね。そうで、なんかそのまた、なんていうんだろうな、なんか特定の誰かを全く今指してるわけじゃなくて、何人かいたから。そうなんだけど、共通して皆さんそれなりに上手そうなんですよ。あ、悲しい。それは、そう、それちょっと悲しくて、やっぱりなんかこういう状況の中でスキー場をね、また盛り上げようって言って、みんなね、スキー場来てくれて、せっかくね、足運んでいただいてくれた方々がそういう状況を見た時にどう思うかってことをこう今一度こう考えてほしいなと思って。そうで、なんかね、いろんなパターンあって、大人もいれば子供もいたんですよ。大人はまずダメでしょ。そうだね。やっぱり模範でなきゃいけないから。そう、ね、そうで、なんかその身なりとかを見てもそれなりにこう上級者っぽい形だったので、ちょっとね、残念に思ったなっていうのと、子供に関してはね、やっぱり、一つはそういうことをしてしまってる大人がいるから、真似しますよね。だってそっちの方がいいわけだから。だけどやっぱりみんな上手くなりたいの一緒だし、みんな楽しみたいのも一緒だから、そこはやっぱこうグッとこらえる、気持ちをね、なんか今一度、持ってほしいなっていうのと、やっぱり周りの大人がしっかり注意するべきですね。で、特にこう子供に関しては、多分一人で来てるわけじゃないので、親御さんがいらっしゃるなり、コーチの方がいらっしゃるなり、多分おそらくしてると思うので、やっぱりその自分のね、その指導している子どもたちが、どういう行動を普段してるのかっていうのを、コーチングだけじゃなく、しっかりこう見届けないといけないと思うし、それが、ね、その指導っていうものだと思うから、そこはなんかこう協力してやって、行きましょうよというところと、あとは、なんか反対の立場になって考えたときに、100歩譲ってね、100歩譲って反対の立場になった時に、確かにね、ちょっとこうレーンがあんまりこう不透明な場面があったりとかもするわけですよ。はいはい、そうだから、なんか 100% 悪いのかって言われると、なかなかそれも難しいのかなと思っちゃう部分も正直あるので、すごい努力していただいていると思うんですけれど、スキー場さんの方でもそういった管理をね、ちょっとできる限りでいいので、していただくか、もしくはなんか僕たちみたいな大人がそういう場面をね、見かけた時に、勇気を持ってちょっとどうですかっていう風にお声かけいただきながら、みんなで楽しいスキー場を作りませんかっていう動画です。なんかイメージよね、分かる。そのなんだっけ、滑ったままシャーっていくんじゃなくて、一旦ちょっとその手前で止まって漕いでからレーン入りませんかって感じ。いや、そう、ね、だから、なんかね、そういうの見てるとちょっとなんか残念だなと本当に思ったし、そのやっぱりね、抜かされた人たちがちょっとどよめくんですよ。あれ何みたいな、どういうことみたいな感じになる、なるじゃないですか。だってこうやってね、我慢してるんだから、パーっていくからっていう風になった時に、その人も、当然悪いんだけれど、もう注意をしない人たちも全員悪いと、僕も含めて思ってやれば、そんなにね、こうイラッとすることもないだろうし、またちょっと僕今回このね、動画を撮るかすごい迷ったんですけど、僕がこういう発信をすることで、そういうふうにこう感じてたけど、なんかモヤモヤでなんかイラッとしてたなっていう人たちが、ちょっと、吉田さんもそう思ってたんだなって思ってくれると、少しこう気持ちも晴れるんじゃないかなと思って、ちょっとね、すごいこう僕なんかがっていう話ではあるんですけれど、今回動画にさせていただきました。そこのスキー場だけじゃなく、
本州でも多分ねそういうことがあったりとか、今後ハイシーズンになる中でそういうことがあったりすると思うので、あのスキー場で見かけるそのマナーが、まあ、いわゆる悪いとされる行動に関しては、みんなでこうコントロールしてやっていきましょうということで、あの引き続きですね、エムズスキーサロンよろしくお願いいたします。譲り合いの精神、そう大事でしょ。やっぱスキーしててこんなね自然の中で人間同士のそんなちっちゃい争いなんて見たくないから。話のスケールでっかい。そう、いやいやいや、もう本当にこう大地の中でさ楽しみましょうよっていうことですよ。はい、ということで皆さんぜひよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。皆さんこんにちは、吉田正弘です。1月のエムズスキーサロンネクストのテーマは、いよいよ本格的な動きを一つ一つ確認していきましょうというところで展開させていただいております。今日はエムズスキーサロンネクストのメンバーの皆さんと野沢温泉スキー場でご一緒させていただいております。すごいね。じゃあよろしくお願いします。今回もですねレッスン動画を送っていただいて本当にありがとうございます。ちょっとですね、あの理論的なお話をしているようなあのスタジオで撮ったりとか、あの